はいはい。じゃあこいつを拾って、あいつはなんだ。あ、剣豪か。剣豪怖いな。踏め。よし。あ、倒れなかった。罠壊れたか。では。地雷でも置くか。あ、踏まなかった。あ、くそー、罠壊れたか。聞いたんか？一方通行。ちょっとこれ持ってくか。どうするかな？連鎖を置いて。一方通行を置いて、あとはどうするかな。なんかを、どうするかどうするか。回転は無駄だな。罠結構消費しちゃったな。回転盤がいっぱいあるか。じゃあ回転盤を置いていこう。これなら楽勝じゃないか。おっと、おーしゃー、ザミヤがれ。やばい、剣豪か。剣豪は怖い。うわ、怖くなった。まあいいや、ほっとくか。放っておこう。うわ、すごい !205 ポイントの経験値。ここにも何か置いとく？じゃあバネでも置いとくか。ここには何もないな。熱そうなおにぎり。よし。なんかなんだろう、無限に経験値を稼げるっていうあの方法、下手にやんない方がいいっすね。実況プレイでは。時間がかかっちゃってしょうがない。アイコーズの罠怖いな。返答か。じゃあ、ちょっとこれは使い道がないんで、これはぶん投げとこう。交通行。大部屋か。大部屋こんなにあったのしょうがないな。引き寄せ。引き寄せもあるな。一つ入れてこう。装備外し。こんなところか。じゃあ、上を確認して、もう次行っちゃおうか。おお。なんか踏ますか。じゃあ、待って待って、ここじゃない方がいいな。よし、じゃあ、ここに回転盤を置こう。回転盤いいっすね。敵無力化できるわ。ほぼ無力化だもんな。どけどけ。あ、おっと。あれ？こいつは？あと、剣豪か。ほい。ナイス。ほらほら、どきな。ほらほら、どけどけ。回転盤便利ですね。はいはい。嫌なやつがいるな。場所替えか。なるほどなるほど。では。え、何？ちょっと待った。ちょっと待った。居合をなんとかしなくちゃいかん。どうするか。デロデロの湯か。
まあ、家が来たらデロデロねえだ。ここに罠も、いろいろ罠あるしね。っていうか、この部屋で何とかしなくちゃまずいか。装備外しを置いて、場所替えを振って、どうする？倒していく？わ、結構強い。てか倒せないな、これ。ダメージ3ポイントだからな。よし。ちょっと、居合、あ、来た来た来た、居合来た。居合が来ましたね。こいつを罠にはめれば、かなりの経験値が得られるんだが、一撃食らったら死ぬな。か？どうなんだろう？死ぬか？あいつ起きてないだろうな。あ、しまった。では、こいつをやってしまおう。なんか罠かけたい。眠りガスとかあるな。テロテロの家でいいか。とりあえず、吹き飛ばしはどこだ？あれ、ないのか？あったあった。吹き飛ばして、で、デロデロの湯を置いて、来い。あ、嫌なやつが来たよ。来ないな、居合。居合が来ないぞ。来た来た来た。なんか連鎖とかさせる？いいか。怖すぎだもんな。うわ、すごい経験値だ。よし、じゃあ次行こう。あ、しまった。そうだった、忘れてた。回り道するぞ。あいつは罠かけらんないんだよな。もう嫌だな。次行っちゃおっか。リターンがあるけど。行くか、次行っちゃおう。はいはい、9階。またこういうところか。さっさと突き行くか。トンネルの杖、なんだこれ。なになに？杖から壁を壊す弾が飛び出す。斜めから杖を振っても壁は壊れない。んー、いいっすね。ちょっと、使ってみるか。どこ行った？トンネルの杖。お、すげえ。あ、すげえ、貫通してるし。あ、これ便利だ。てか、かなり便利だ、これ。これはいいっすね。ちょっと待て、ちょっと待て。どうにやるか。核派の巻物でやるか。あれ、誘爆した。そういうことがあるのか。罠を踏まないやつっていうのはかなり厄介。空飛んでるからってことか。ってことは疾風だとかそういうやつらも効かないのか。あ、なんか踏ますか。よし、せっかくだから、どうしようかな。
装備外しを置いて、あ、連鎖を置けばよかったのか。あ、いっか。バネで置くか。あ、壊れちゃった。いやいや、来たぞ、来たぞ。ちょっとどこに何があるか分からなくなってきた。連鎖。お、なんだ、睡眠ガス。怖ー。眠りガスを置いてみるか。あっと、これじゃダメだ。こうだ。よし。で、これ眠ったんだけど、倒していったはいい？いいか、置いとくか。うわー、これ怖いな。これ自分も眠っちゃうんじゃない？これはおにぎりだと思うけどね。ちょっとおにぎりを稼いでるって感じじゃないので。階段を見つけてさっさと次行くか。いやー、なんか今回は結構グダグダですよね。あんまり良い感じではないよな。あ、滅びした。あ、間違った。吹き飛ばそうと思ったんですよ。で、どうするか。敵2体か。雷落石を置くか。あ、しまった。これ踏まないか。じゃあこうだ。よし。泥場の先の杖。うわ、あんまり意味がないか。一応、持っておくか。階段がない。君がいる。何者だ、あいつ。寝てるな。ほっとこう。ちょっとまた。そうか。そう、逆戻りか。では、どうにあるかな。こうだ。こうだ。あ、通した。やった。引き寄せ。引き寄せか。引き寄せって何ていうか、あ、罠を引き寄せたらできるんだよな。それは便利かもしれない。で、どこまで引き寄せられるんだろう。足元かな。ちょっと実験してみっか、後で。鎌口か。あ、もういいや、金やるよ。あ、階段。じゃあちょっと階段に向けてやってみよう。引き寄せ、引き寄せ。あ、なるほど、目の前か。お、そうか。はいはい。いや、次行こう。